これが俺があのパート2の時の写真で。いや見てみろお前、幸次郎さんの。幸次郎さん。これダメだよ。見てみろ顔してるぞ。で、じゃあ、おら、おら来た、おら来た。幸次郎さんと、マスミちゃんと、トールさんの。これ5、うん、4。これね、これ、これあの、トップ10かなんか、トップ10かなんかの、あれ歌った時、歌った時の楽屋、楽屋裏。めっちゃかっこいいよね。いや、幸次郎さんはかっこいい。こんなだもん。若かったなぁ。若かった。だから俺、マスミが18で、トールさんが20歳。で、幸次郎さんが21。若かったね、俺たち。That's my way, my way. That's way now. That's my way, my way. That's way now. 今より大事なものが欲しいならやり続けるしかないのさ。体がさ、言うこと聞かないから、もうジレンマに駆られてるんだけど、もうバリ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 この当時はもうあれしてたからな、ね、もうバリバリですわね、うん、向かうとこ敵なしみたいな、うん、そういうのありましたよね、本当に、うん、お兄ちゃん、誰もいなくなっちゃったらこれどういうこと俺と幸次郎さんのツーショットになっちゃってるの、どういうことなの？もう何何？俺と幸次郎さんだけに二人でほっとけって話？これもだからほらあのパート2の時の体育館のシーンですよ。うん。あの金太郎が柔道で。そう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 。あれしてるやつやろな。うんうん。いい表情してんな、幸次郎さんも。みんな若かったね。若かったね。いや、幸次郎、こんなん、のぼこなんかもうガキだったもんな。子供ですもんね、こうやって今見ると。いや、みんな子供ですよ、俺なんかの、今の俺から見る、俺たちから見るとね。うんうん、まあ、ようやったわ。やったね。そして銀ちゃん、今どっくりよね、だいぶちょっと太ったけどね、今ね、太ったけどな、でもまああのリーゼントを作ってそのままでやってるね、あれはポリシーだから、ポリシー、そうそうそう、ポリシーだよね、うん、うん、これ金太郎です、金太郎こんな可愛いんだよ、見てこれ兄さん、金太郎がすごい可愛いじゃん。いやでもみんな可愛かったぜ。そうですよね。うん。まあ年は食いたくねえっていうのはまあどうかもわかんないけど、若い時は若い時でも面白かったな。うん。ねえ、幸次郎さん。年食って面白いこともいっぱいあるけどもね。まあ。あ。これいい写真じゃん、のぼうとトールか、トールさんの、のぼう、なになになにじゃないよお前よ、この写真いいぞ、これあれだろ、ちょっと待ってよ、福島の今あれだろ、ポセイドン、ポセイドンのところ、うん、トイレから戻ってきたから、これほら見てごらん、いいなこれ、射程感あんじゃねえかよ、トールさんとのぼうの写真、いいね、俺が椅子に座ってトールさんが立ってるって、これお前が暴走族にさらわれた時の話、ああでもさらないんで俺はロケバスの中にいたんですってマジで、でもこの写真いいな、バカバッカバカバッカだけどこれなんかすごい朗らかでいいじゃん、いいね、トールさんの笑顔ももうなんか今すごいなんかいい役者さんなんだけど、この笑顔は多分出せないと思うよ、自然なの、俺も自然のこの笑顔は二人ともね、お芝居
では出せない笑顔だよ。だね。こういう笑顔を徹さんはしてた人だったよ。あ、まだ素人だったから。そうね、そうですよね、うん、2作目だったし、うん、でも本当この笑顔は俺徹さんのあのよく見かけた笑顔だったですよ、うんうん、今こういう笑顔を徹さんがしてんのかどうか俺はちょっと分かんないんだけど、最近一緒にシャイな感じではにかんちゃった。そう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 、ね、うん、マジで、うん、俺なんかいつも怒られてたよ電車の中で。あ、そう、入ってくる人をなんかお前もそうかもしんないけど、入ってくるの一回見んじゃん。で、もう下から上まで舐め回すように見んなよ。それはでも不良はそういうの なっちゃうじゃん。なっちゃう。お前それやめろよっていうふうには言われたことありますよ。ああ、それだから不良じゃないから。ほら見てよこれ。ほらテールに締められてる写真だよこれ。顔見てよ、俺もう泣いてんじゃねえのこれ。してくれよって顔してんね。なんだよこいつ、柳沢慎吾さんじゃねえの。俺サングラスよくしてたんだな。やってたんだな。中司さんもやってたよ。ああ。中司さんもお前と同じようなサングラスやってた。あ、そうなんだ。中司もそうだったっ。やってましたよ、中司さんも。中司さんドルチェだったからいつもしてきたから。これはさ、いいんだよ。これいいね。あのこれね、なんかね、吉祥寺かなんかのロケの時のロケバスなんで。ほんで、徹さんと俺がこういて、珍しく、のぼうが俺のことを抱えてんだよ。そうだな。俺がいつも抱える方だったのに。でもさ、見て、お前の手、殴られたらしょうがねえから手握ってるぞ。そんで、あの記録の里美ちゃんがいいんだよ。里美ちゃんがいいんだよ、うん、里美ちゃんには本当お世話になったな。もう記録の記録だから、記録っていうのはつながりって言ってさ、うん、あの手のがこう頭にこう手を置いてカットって言われたら時の様子を全部記録してる、ね、記録しててセリフをどこまで言いましたよとか。そう、まあよう怒られたわ、うん、里美さんに、うん、里美ちゃんに、うん、里美さんはっきり言うんだ。里美ちゃん、俺より年下なんだけど、うん、ザっていうか、いやいや、もうはっきり言ってた。そうそうそう、うん、だから仕事ができる人でしたよね、うん、仕事は本当にできる、本当にびっちりびっちりやつ、うん、だから里美ちゃんの、里美ちゃんにだからカットの前どうだったんですかって聞くのも嫌だし、さとみちゃんに言われるのも嫌なんだけど、さとみちゃん全部知ってた、うん、俺たちのことをね。そうね、そうね、うん、俺より年下なんだけど、幸次郎ってさっきさ、こう動いたろ、こっちへこう、こう、こうで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 って。そうね、つながりがあるからね。めちゃくちゃ全部言う、つながりがあるから、もう全部言ってくるんよ。そう、全部本当的を得てんだよね。そう、的を得てるから、まとえてるから腹立って言っても文句言えない。言えない、言えない。分かった分かった。うん、そう、さとみちゃんはそういう人だった。本当にごめんごめんって、じゃあどうすりゃいいんこの後って。そう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 、だからこっから始めてくれっていう、こうやってやってくれ、そうやって、そう、うん、だから俺の映画ができたのはある意味ちゃんとつながって綺麗に映画が編集ができてるのはさとみちゃんのおかげでもある。で、さとみちゃんの実は後ろにピースをしてる男がいるんだよ。暗いから分かんなかったんだよ。タメだか、タメだなんだよこれは、ここ多分今グーッとアップになってると思う、今井ちゃんが一生懸命頑張って、うん、これがいわゆるあの桜純の役をやった、うん、今桜市の市議会議員になってるやつ。ああ、タメだくんな。いや、すごいいい、ああ、いい写真だな、いい写真だなこれな。そしてこれがなんと我らが那須博之監督、その眼鏡ね、那須監督で、その何、右後ろ、左側のこっちの後ろにいるのが中田さん、中田秀夫監督、今で言うね、うん、俺なんかの時はフォース助監督で、うん、一番下のペーペーだったんだけど、だってあれだろ、あれをリングリングシリーズの監督、あれを作った世界の中田秀夫になっちゃった人です、うんうん、それがさ、この時さ、うん、多分ね、中田さん
バカボンって呼ばれてたと思うんだけど、ね、そういうか感じの顔だったからな、うん、そんでまだあの時、うん、中津さんがね多分ねあの時ね多分24、5なんだよ、うん、3子かもしんない。俺もう帰るわどうもお疲れさまでした。どうもありがとうございました。お疲れさまでした。はいはい、ありがとうございました。まあ帰りましたけど、まあそんなこんなでね、のこちゃん昔の写真を見ながら、はい、杉浦美幸ちゃんに来てもらったりとか、あとは岩田真理が来たりとか、まーちゃんこーちゃんが来たりとか、まあなんかいろいろとこうなんか前の写真を見ていろいろとやりましたけども、懐かしかったな。懐かしい、うん、でこうやってテル、うん、集まってくれるっていうテルは嬉しいな。すごい嬉しいね、うん、まあそんなんでね、面白い回だったんじゃないのか、これは。面白いと、もしかしたらな、うん、まあまあそんなんでこんなんで、まあちょっとまあなんかプライベート的な、動画になってますけども、まあ面白かったと思う人も何人かいるかもしれないんで、まあ楽しんでもらえたら嬉しいなーなんて思ってます。まあそんなこんなで今回のテレチャンネルこれにて終了でございます。はい、ありがとうテル、また次回のテレチャンネルでお会いしましょう。よろしく、哀愁。動画面白かった。